BMAC 現役社員による関連必死の座談会 BMAC のビビットトーク。 BMAC 座談会が始まりました。皆さんよろしくお願いします。お願いします。僕たちは今年入社した新入社員という立場なのですが、僕たちなりの立場で、皆さんとざっくばらんに話ができたらなと思います。では早速トークテーマを選びたいと思います。じゃあ行かせていただきます。めっちゃ決めるやん。お、長そうやね。長そうやね。長そうやね。深そう。皆さんの出身地はどこですか。出身地、大学地域の自慢も教えてください。出身新潟県、出身大学石川県です。遠いね。遠い。まあ、新潟はやっぱり皆さんのイメージの通り、まあ、米どころで米がうまいと思うんです。あの、行く機会あるか分かんないですけど、行ったらなんかこの辺にもある普通のチェーンの店に入ってみてください。そこで食う米とこっちで食う米ガチで違います。僕ら地元やったからこの企業を知ってるけど、新潟によってまずゆかりのない BMAC、なんで入ったきっかけというか、そもそも知ったのが自分はあの紹介で。ああ、そうなんですね。まあやっぱり第一印象のインパクト、あのこの本社のところね、なんやこれと思って、配電盤でちょっとや興味あったところがあったから、まあ、やってるっていうところで、まあ、インパクトがあったのと、配電盤そのやりたいところの業務をやってたっていうところで、なるほどねっていう感じです。ああ、いやそうやね。何？BMAC の面接で印象に残っている質問は、趣味の話とかですかね。あれ絶対聞かれるじゃないですか、面接で。リモートだったんで、会ってないんですよ。でしかも集団面接みたいな、2人同時だったんで、画面が半分もう一人おるんですよ。自分が結構大学の時アカペラやってたんで、アカペラって言ったらもうなんか面接官の人が綺麗に食いついててくれたん でアカペラなんで、まあ、実際歌うこともあるんですよ自分で。で実際自分でそのメインパートみたいな主旋律っていうところをちゃんとしっかり歌って、まあ、恥ずかしい思いもしましたね。恥ずかしかった。恥ずかしい。自分の声で出されてる。もう恥ずかしかったですね。しかも隣で分割で聞いとんよ。そう。そう。しかも他の大学が他めちゃくちゃおるけん。もうやばい。就職して学生時代と変わったなと感じるところはありますか。まあ、学生の時はそのまあコロナ禍でバイトもできないみたいになった時に、で学校授業もないってなって、あのもう日光出てる間起きてることがなかった。本当に本当になくって、そんな生活ずっと続けてて、友達にもいやお前に社会人は無理やってめちゃめちゃ言われてたけど、入ったら起きれる。これみんな起きれる。無理やと思ってる人も起きれる。大丈夫。ちゃんと目覚める。ちゃんと目覚める。これは大丈夫。何時に寝るか。何時に寝る。11時ぐらい。11時か12時か。ああ、まあ寝るね。やっぱ学生全然変わったね。みんなちゃんと寝ますね。そう寝るよ、ね。日またぐ前に寝ますね。ちゃんと。でも金曜日だけちょっと夜更かしする。それでも次土曜日や。もちろん。ここはもう夜更かしせんと。もちろん。せんとダメよ。入社するにあたって入社までに不安だったこと、人とのつながりっすよね。同期とか先輩とか社員とか、やっぱコロナの影響でどうしても顔合わせが全然できなかったんですよ、同期メンバーとので。唯一できたのがリモートの1回のみ程度で、でも実際リモートで1回って言ってもやっぱ先輩社員と何人か班で分けて話すっていう程度で、そこでちゃんと自分がその同期メンバーと仲良くできるかみたいな感じが不安だったっすね。どんどんできた、仲良くできたね。おお、よかった。よかった、よかった。今はもう仲いいですからね。いけます。よかった、よかった。いけます、いけます。ああ、初任給何に使いましたか。初任給は
親に渡しましたね。3分の1ぐらい渡した。だけどそれ以外はもう使ったというよりは、で自分が過ごせるぐらい置いといて、あとは渡すっていう感じです。最初は研修の充実しているところを3つ挙げてください。3つ。研修期間が長いから、まあ、じっくり丁寧に時間をかけて、ね、一つずつ、うん、いや、いいことよ、ちゃんと一つ一つスキルを教えてくれる。悪かった。で、でまあ、細分化したら、まあ、大西工場の方は工場内のほぼ全部の部署を均等に全部の時間かけて回れるっていうのが、うん、そのラインが回る仕組み、工場内のを全部知れるっていうのは、まあ、会社の動き知れるっていう点で良かったかなっていう。造船所に入るも2ヶ月ぐらいあるけど、うん、まあ、どこもね、ご飯いっぱい食べれるくない？これはそれがすごく、なるほど、すごくいいとこやなお腹いっぱいご飯食べれる。あ、確かにそれは幸せなこと、うん、すごくいいなと。大事やしね。就活中の学生さんへメッセージをお願いします。あ、すごい真面目な内容ですけど、まあ、思ってるより焦らなくていいかなと僕は思ってて、準備もとりあえずちゃんと自分のことを、まあ、大体聞かれる質問って、まあ、大学でも教えてもらうと思うんですけど、なんかあるじゃないですか、口かとか、うん、ああいうのを、まあ、ちゃんと準備して、それさえ言えるようになってたら、あとはもう自分の言いたいことを言って、でそれで評価されないんだったら多分その会社に入ってもその多分ダメだと思うんで、うん、その自分のことを認めてくれる会社に入った方が別にいいと思うんでかな。だからまあそんなに焦んなくても、うん、しっかり地道に準備していけばいい感じに終わるとは思います。まあ、今できることって言ったら、まあ、就活頑張るんはあれやけど、後々のことを考えた時にそうです、ね、英語はできた方が、現場に行ったとしても、もしこの本社に配属されたとしても、うちの会社おったら英語はできれば強いと、将来的に強みになるのが間違いない会社だから、できた方が幅が広がる、うん、仕事、うん、就活中でも TOEIC 受けて点数にするとか、確かに就活終わってからでも勉強はできるし、間違いないです。ちなみに英語は、あ、からきしで、あ、からきし失礼しました、口だけなもんです。大丈夫ですよ、からきしなんで、はい、です。人事とのまず研修中なんですけど、まだ研修中なんですけど、人事との仲が良くなれるってところですね。人事と仲良くなって、やっぱいろんな情報が聞ける、いろんな部署の情報も聞けるっていうのがとてもいいことだと思います。以上です。 OK 出ました。 OK 出ました。 OK 出ました。よし。研修期間じっくり取ってくれることで、まあ、その研修でのスキルっていうのももちろんそうなんですけど、研修以外でその自分がその自主的に私生活とかだったり、あとは仕事に必要だと自分で研修中に思ったスキルだったりとかを、まあ、自分で習得できる時間がすごい長く確保できているので、まあ、その辺がそのじっくり自分の育成できるっていうところがいいところかなと思います。まあ、研修期間が長いことによって配属されましたってなってから関わらなくなっていく人がもうほとんどなんですけど、そういう部署の人たちとすごい長い期間こうコミュニケーションを取って距離が近くなれるし、でそれができることによって本配属された後もなんか仕事のお願いとか、 なんかそういう相談事をしやすくなる環境ができるっていうのはすごいいいところだと思いました。だからチームリーダーとか担当の人が教えてくださるんですけど、僕たちが何ですか、ね、こう難しそうに悩んでて、で質問ちょっとできないなって、忙しそうだなと思った時も向こうから声かけてくださったりする時はあったりするので、すごい助かったりはしましたね。新しい工場も建ったり、でこの本社も綺麗で、綺麗な場所で働ける環境っていうのは間違いなくいいところだと、それかなと思います。最後の質問も終わりまして、皆さん今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ以上で、終わりたいと思います。